ストレートエニアグラム二等辺の友人はです。P 隊長です。隊長でございます。はい、Amazon プライムで最近まあ、古いアニメなんですけど、ね、2009年、2010年に、人気だった。人気だった。軽音が最近 Amazon プライムで見られるようになって、やっとね、私、軽音に触れてですね、なんで可愛いんだと。これかと。なんで、アニメ好きの人にとっては、時系列が全く違うんですけど、私、ヘアキャンとか、ちょっとそういうのをそっちの先に見ていて、その女子、可愛い女の子たちが、なんか日常を送るアニメの良さに目覚めてですね。好きですよね。好きです。で、Amazon プライムで始まったと思って見始めた口でございまして、で、ちょっと前に、マドカマギカも一世を風靡したアニメの中で、その主人公、マドカとか、この軽音で言うと、平沢ゆいちゃん、タイプ Q だと、この何でしょう、女性はタイプ Q のアニメがいいのか、女性はタイプ Q、軽音とかは女性が見てる、あ、じゃなくてごめんなさい、タイプ女性が主人公のアニメなら、タイプ Q のアニメが面白い、男性が主人公のアニメならタイプ6が面白い、っていう説が成り立つんじゃないって、でちょっと思ったわけなんですよ。で、軽音の登場人物、で私は隊長に勧めたんですよ、軽音見てくださいと、めちゃめちゃ面白いですって、まあ、2009年のアニメなんですけど、どう思いました、どう軽音、隊長こういうの好き嫌い、別にハマりはしないけど、あ、見ろって言われたからまあ見ただけ、嫌いではないから、一回見ると見る、あ、続けて見る、続けて見る、はいはいはい、っていう感じですね。エニアグラムは人間関係に役に立つなんで、この登場人物平沢ゆいちゃん、タイプ Q は第一印象タイプ Q、はいはいはい、で、エニアグラム的にはない話ですけど、タイプ Q のウィング7 なるほど、確かに急に、例えばその新しい新入生が入ってきますとかで、あつちゃちゃんって子が入ってきて、その子も同じギターをやってます、でその新入生の方がギターがうまいっていう設定なんですけども、じゃあリードギターどっちがやる、っていう時にゆいちゃんは譲らないんですよ、譲らない、私がやるみたいな、はい、でボーカル誰がやるの時も、私が歌うって積極的に言える、これ隊長言えます？タイプ Q は多分言わないですよ。そうなんですよね、有利タイプですしね、やってって言われたらじゃあやりますみたいな、あ、とても上手いとか、実績が認められて周りからやってだと、じゃあみたいな、そうそう、だから僕もこの小学生の時とか、足が速かったんですよね、はい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 、まあ野球を小学校1年生ぐらいの時からやってるんで、ずっと運動してるじゃないですか、体型もいいですしね、背も高くて、で親父のスパルタで教育されてるので、タイプ8の何にもこうしない子たちと比べたら絶対速いんですよ、なのでこう速いんですけど、花形じゃないですか、だけどこうあんま目立たないですよね、タイプ9なので。目立たないというと、例えば運動会のリレーの選手を決めるじゃないですか、はいはい、で速い人みたいな感じで言われるけど、速いって僕は速いって言わないんですよ。でももうタイムとか測ると思う、タイム、そうそうそう、明白じゃないですか、そう、だからこうタイムとか測らずに速い人、あ、誰々が速いよみたいな感じでなると僕は選ばれなかったりするんですよ。へえ、なるほど。だけどこう誰が速いかちょっとタイムを決めようみたいな感じでやると、ダントツやんって、そうそう、速いみたいな、で、まあ、そういうのを知ってる人がいたりすると、まあ、去年一緒だったクラスの子とか、はいはいはい、でその人が自己主張っぽい、誰々が速いよみたいな積極的な人だとそうやって言ってくれるので、じゃあやるかみたいな。なるほど。あとゆいちゃんは、タイプ Q のウィング7だと、ウィング7だと納得です。あとアニメだとでもそういうことできますよね。そうですね、まあ、キャラクターなのでね、はい、あと例えばこの軽音の、田中律ちゃん、軽音部の部長ですよ、部長、
まあ、あれ典型的には7っぽい。あ、7っぽい。あ、ウィングない。ウィングない。7。うんうん、まあ、とにかく目立ちたがりな感じじゃないですか。はいはい。そうですね。うん、でも、なんか、あまり練習はしたくない。あまり練習はしたくない。でも、うまい。は確かに7っぽいですね。うん、そういうところ。うん、で、秋山美穂ちゃん。うんうん、内気で。内気で。あまり目立ちたがり屋じゃないけど、うんうん、恥ずかしがり屋。恥ずかしがり屋で。でも、作詞はやります、うんうん。とても独特な詩を書く。うんうんうん、で、ゆいちゃんが結構しくったりして、うん、ギターと一緒に歌が歌えないとか、うんうん、初期の頃だと。初期の頃。二つのことが一緒にできないなんてなると、うんうん、じゃあ私が。この Q っぽい、うっかり忘れちゃうみたいなとこあるじゃないですか。だとすると、この、みおちゃんは、うん、じゃあ私が歌いますみたいな感じで、歌うところを見ると、なんか、単純に私は4かななんて。あ、有利タイプだけどって、見てし、うんうんうん、その辺どうですか？その辺、まあ僕も有利。まあでも、6もあるかな。6、5、4。ああ、うん。まあ6はどこでもね。どこでも。で、麦ちゃん、麦ちゃんって言われる。つむぎちゃん、うん、お金持ちで、うんうん、楽器屋に行ったら、うん、そこのオーナーだったみたいな。そうそうそう。だからギター安く買えますよ、みたいな。うん、25万が5万です、ね。5万。ありえない、そういう設定が出てくるんですけど。お父様って。はい、ぜひって、うん。この麦ちゃんは、うん、僕の中ではなんかその、楽観で、ほんわかしていて、うん、まあ2かな、なんて、うん。まあ、まあ6はあるんですけどね。うん、僕は2か9かなって。9ね。うん、9ね。確かに。うん、この、なんかすごいおせっかいな感じもあんまりない。確かにない。うん、で、バイトシーンで失敗して泣くなんてところも出てくるんですね。うんうんうん、ちょっと初めは上手にできたけど、できなかったみたいな。うんうんうん、だと、ちょっとやっぱりその、ほんわか感は確かに。ほんわか感はすごいあるじゃないですか。6はほんわか感ないですよ。6はないですよね。せかせかしてそうな。そうですよね。だとすると確かに9はありますよね。9は、9、2あたり、ほんわか感。で、なんかあんまり深く物事考えてなさそうな感じはするじゃないですか。9と2のハイブリッドみたいな。9と2のハイブリッドみたいな。で、新入生として、あずさちゃんって子が出てきて、うん、ギターが超絶うまくて、うん、練習は真面目にやる。練習は真面目にしないとダメなんです。練習ですよ、みたいな。練習やりましょう、みたいな。でも、なんか合宿で遊びに行くと、一番遊ぶ、みたいな。で、それをとても責める。練習しなかったって。ちょっと、1が入ってますよね。1は入ってるし、1は入ってる、6も入ってる。真面目にやらなきゃ。真面目にやらなきゃ。はい、こう責任感みたいな。そうですね。うんうん、っていう、アニメだと、なんかそういう、このタイプとこのタイプのハイブリッドみたいなので、ちょっと個性的なキャラクターを描き分けるのにちょっとできたりしますよね。うんうん、そうですね。で、とても剣を面白いのとこの、うん、タイプ Q、うん、女性主人公、女性はタイプ Q がいいのではってなると、うん、ガンダムでいう、うんうん、ララが、うんうん、そこなんじゃないかって。Q とはよく言われますよね、ララ。なるほど。いや、なんか4か9で、うん、で、うんうん、よく、アムロはタイプ5だなんて言われるんですけど。僕は6って思ってますもんね。僕の中で、また最近見直してるんですけど、うん、9じゃねえかって。いや、ずっとぼーっとしてて、カチカチ、いや、やることはカチカチちゃんとやりますと。うんうんうん、ただ基本、ぼーっとしがち、うん、なところで、なんか、9同士の。でもなんか、こう、途中からこう反応がいっぱい出てくるじゃないですか。あ、まあ、9で、落ちると、ね、落ちてるっていう可能性はありますけどね。はいはいはい。ぶたれたことないよ。うん、ああ、なるほど。あ、9は、6、9は我慢するんですかね、それ。9は何も言わないです。受け入れる。受け入れる。っていうなんかその、女子高生のキラキラアニメを見て。うん、まあ、こういう系のアニメは、多分、ほんわかしてるのを求めてる人が多いんじゃないかな。はい、と思うので。あのね、うん、テレビはもう、ガシャガシャうるさいんですよ。うんうん、見せ場とかどうでもいいんですよ。うんうん、ほんわか、ほんわかしたいんですよ。ほんわかしたいってなると、やっぱほんわかキャラの Q じゃないですか。はい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 。うん、で、そこに楽しげな7が加わった最高ちゃんが軽音なんですよね。うん、あと、男性、見てくれてる男性で、
日々疲れてる方、うん、Amazon プライムに入ってるなら軽音おすすめですと、うん、ほんわかしたい人は、ほんわかしたい人は、うん、とてもとても軽音はおすすめですと、うん、まあ、知ってるようかもしれないんですけどね、うんうん、見た見たかもしれない、ね、はいはいはい、すいません、アニメだ話、はい、すいません、いかがでしたでしょうか、はい、ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。